こここんにちはスキップの寺田です歩くくとが楽しくなるチャンネルへようこそ今回は80歳以上の方でも安心して歩ける靴の選び方についてお話ししたいと思います。もしあなたが80代以上で足元に不安を抱えられていたりあなたのご両親やおじいちゃんおばあちゃんに80代以上の方がいらっしゃるようでしたら是非参考にしてみてくださいね。 平成27年版の「高齢社会白書」によるとご高齢の方が要介護となる主な原因は脳血管疾患認知症高齢による衰弱と続き骨折・転倒は全体のの12.2%を占め、4番目の王になっています。そのようなことを避けるためにもそして日頃から足元の不安を少なくするためにも靴は慎重に選ぶようにしましょう。 ご高齢の方の足元の不安や悩みで考えられるものとしては体が硬くなったり反射神経やバランス感覚視力などの衰えによるつまずき転倒の不安うの目や巻き爪外反母趾などといったような足の痛みやトラブル靴が重く感じたり歩くと疲れやすく感じるような筋力の低下といったような感じでしょうか。 そういった足元の不安や悩みを解消するためにも、そして転倒や寝たきりを予防するためにも、足に合った靴を履いて、毎日自分の足で歩く習慣を身につけるようにしましょう。それでは、ご高齢の方のための靴選びのポイントを三つほどお話し,したいと思います。一つ目は、履くと軽く感じる靴です。手で持つとそれなりに重く感じても、履くと軽く感じる靴がおすすめです。 とにかく軽い靴がいいという方がいらっしゃいますが実際の靴の靴重さが軽軽けければいいいいほどいいというわけではありません。なぜなら軽すぎる靴は必要な機能や素材をそぎ落としていることがありそれらが足元の不安定さにつながったりつまずきの原因になったりすることが十分に考えられるからです長く履いても疲れない靴安定した歩行ができる靴は必要な機能や 素材を兼ね備えているため、適度な重さがあります。そのような機能的な靴が、あなたの足にフィットしていれば、実際に足入れしてみると、軽く感じるはずです。2つ目は、履き脱ぎしやすい靴です。靴を履くときに、しゃがんで腰を曲げたりすることが大変だったり、指先に力が入らないため、靴の履き脱ぎが大変だったりすることは、ご高齢になればなるほど起こりうるケースです。 そのようなことからマジックベルトやファスナーなどの機能がついた履き脱ぎしやすい靴を選ぶことが重要です。またファスナーにはフックなどをつけたりするとより楽に履き脱ぎできます。3つ目はつまずいたり滑ったりしづらい構造の靴です。足指を広げやすい靴を履いていると踏ん張りが効き転倒予防につながります。かかとから甲にかけてピタッとフィットしていて 指先がゆったりしている靴を履くようにしましょうまた靴底は厚すぎず薄すぎず硬すぎず柔らかすぎず滑りにくい素材がおすすめでつま先が軽く反り上がってローリングしているとつまずきの予防になります以上が靴選びのポイントになりますがそれ以外の補足として二点ほどお伝えします補足の一つ目はしっかりと靴を履くことです 靴をしっかりと履くことは特にご高齢の方にとって足元のトラブルや転倒を予防するためにもとても重要なポイントです例えば軽くて柔らかくて足に合ってない靴を適当な履き方で履いて歩くとどうなると思いますかそうです靴の中で足が滑ったりブレたりしやすくなりその結果足元が不安定になったりつまずいたり うごどめや巻き爪などが生じたりする危険性が高まります。かかとをトントンとしっかりと合わせて、マジックベルトや紐、ファスナーなどで甲をキュッと締めて靴を履くことで、足指を使って踏ん張ったり歩いたりすることができます。しっかりと靴を履く習慣を忘れないようにしましょう。補足の2つ目は足に合ったインソールです。 人の足には数多くの感覚器が存在します。その数は1億個以上とも言われています。その感覚器が足裏からの情報を素早くキャッチし、その情報が神経を通って脳や脊髄へ伝えられます。足にあったインソールで足裏がフィットすることによって、足裏から脳に伝わる情報量が多くなり、その結果、転倒やつまずきの予防につながるということです。 それ以外にも足と靴の一体感が増すことによって、実際の重さよりも靴が軽く感じられるはずです。そういったことから、足に合ったインソールをお勧めしています。ということで、今回の話は以上です。今回お伝えしたいくつかのポイントを参考にして、あなたやあなたの大切なご家族の方が、いくつになっても自分の足で歩くことを楽しんでいただけたら、僕も嬉しいです。 それでは、また次回お会いしましょう。